魔法の読み書きアプリをやってみよう。どうしたの？なんか元気ないね。英語の勉強頑張ってるんだけどさ、なかなかできるようにならないんだ。え？小学校の時英語得意だったじゃん。そうなんだけど、中学生になったら単語も多いし読み書きも出てきてよくわからなくなっちゃって。そうなんだね。そうだ、魔法の読み書きアプリをやってみたら？魔法の読み書きアプリ？何それ？インターネットで遊べるゲームなんだけど、英語の勉強になるんだ。へえ、そんなのあるんだ。やってみようかな。じゃあ私がやり方教えてあげる。ありがとう、優しいんだね。今度何かおごってね。そういうことだよね、やっぱり。魔法の読み書きアプリにアクセスしよう。まずは何から始めたらいいの？インターネットで魔法の読み書きアプリって検索するだけ。最初に出てきたページを開いて。へえ、こんなに簡単なんだ。なんか注意事項が書いてあるね。覚えておきたいのは、ゲームは無料なんだけど通信費はかかっちゃうってこと。それから環境によってデータが保存できないことがあるってことかな。ま、このあたりはあまり気にしないで早速ゲームを始めてみて。アプリを始めるを押せばいいのかな？そう、このページをお気に入りに登録しておくと次に遊ぶときに楽になるよ。スタートを押すとゲームが始まるのか。音が出るから気をつけてね。ゲームを始めよう。最初にストーリーを読んでね。うん、とりあえず鍵を集めて言葉の本を取り返すってことね。飲み込みが早いね。次にプレイヤー名とアバターを設定して。女の子、猫、男の子が選べるよ。名前とアバターを設定と。ミッション？何これ？次のゲームをクリアしろってミッションに沿って進めればいいんだね。これがゲームのトップ画面だよ。4つの入り口があるんだね。ミッションに出てきた音と文字の街はこれかな？そう、音と文字の街とサイドワードの砂漠と単語の島があるからミッションに沿って進めれば OK。 この綴りの山ってやつは？これはミッションを全部クリアするまで遊べないんだ。ボーナスステージ的なやつだね。右上の方のボタンは何だろう？一番左はステータスカードだよ。ゲームでコインを集めると色を変えたりトロフィーを飾ったりすることができるんだ。へえ、面白そう。カードは写真を撮ることもできるんだよ。ちなみに私のはこれ、ゴールドだよ。おお、すごい。このレベルになるのは当分先の話ね。まあそうだよね。次のボタンは？これはミッションのボタン。今のミッションがわからなくなったら開いてね。一番右は設定ボタン。音量とかを変えられるよ。真ん中のこれは？これは読み書きの魔法の動画だよ。ゲームでわからないことがあったらこの動画がヒントになるかも。まあ私は見なくても余裕だったけど。ずっとこの感じで自慢してくるのかな。最初のゲームを遊ぼう。前置きが長くなっちゃったけど、音と文字の街をやってみて。ここから入ればいいんだね。最初の2つ以外は選べなくなってる。デイ3から先はミッションが進むと遊べるよ。まずはデイ1をやってみよう。 Dog。 今聞こえた単語の音に合うように四角に入る文字を選んで。英語の綴りはわからないって言ったのに。アルファベットは
英語の音を表す文字なの。音をよく聞いてヒントにしてみて。再生ボタンを押すと単語をもう一回聞いたり、文字の音を聞いたりできるよ。そうなんだ。 Dog 最初の音 D Ba どれだろう。 G あ、のんびりしてたらハートが減っちゃった。頑張って。D これかな。 D 正解。やった。 Desk 次は D Ba これかな。違った。あ、またハートが減っちゃった。5個なくなるとゲームオーバーだから頑張って。じゃあこっち。 Run 次は R これ。 R あ、コンボになった。連続して正解した数だけコンボが続くよ。コンボが続くと最後にもらえるコインが多くなるんだよ。そうなんだ。じゃあ間違えないようにゆっくりやろうかな。それもそうなんだけど、早く答えた方がコインが増えるから、早く正確に答えることが大事かな。わかった。なるべく早く正確にだね。 Can't あ、ゲームクリアできた。なんだか急に上達したね。とりあえず褒めると。次はデイ2をやってみて。オッケー。お、ミッションクリア。その調子。次のミッションはサイトワードの砂漠と単語の島のデイ1だね。サクッとクリアしに行きますか。ゲームを進めよう。サイトワードの砂漠はどんなゲームなの？聞こえた単語を素早く選ぶゲームだよ。 No。 え、全然わからないんですけど。もう一回聞きたければ再生ボタンを押してみて。 No。 これかな。正解。音と文字の関係もヒントになりそうだね。そうだね。ここの単語は文章にもよく出てくるから素早く選べるようになるといいよ。 Me Toなんか楽しいね。次の単語の島はどんなゲーム？これは表示された単語の意味を選ぶゲームだよ。このゲームは音は聞こえないんだね。そうそう。自分の力で読んでみて。ふ、どうしてもわからなければ再生ボタンを押してね。Hungry。Hungry。空腹のかな。そんな感じでやってみて。OK。また急に上達するんだね。その調子でゲームを進めて。ボーナスステージへ。ついにミッション15の最後のゲームだ。頑張って。やったー、クリアだ。おめでとう。エンディングを見てね。ミッションが終わったから
綴りの山に入れるんだよね。そうだよ、入ってみて。英語を入力すればいいのかな。正解。できるかな。ここまで頑張った僕をなめちゃダメだよ。すごい。あ、ん？どうしたの？全然わからないんですけど。そうしたらヒントボタンを押してみて。一文字目が表示されるよ。まだわからないんですけど。それじゃあ再生ボタンを押してみて。プレイヤー。やっとわかった。これは時間制限はないんだね。そうだね。ちなみにヒントを見るほどもらえるコインが少なくなるよ。逆に早く連続で答えればたくさんコインがもらえるよ。そうなんだ、頑張ろうっと。ちなみにステータスカードってどんな感じ？じゃーん、銀色のカードになったよ。すごいね。でも僕も早く金色にしたいな。綴りの山はコインがたくさんもらえるから、何度も遊んでコインを集めてね。うん。それからどうしたの？なんか元気だね。英語の勉強頑張っててさ、最近楽しいんだ。よかったね。読み書きは克服したのかな？うん。あのゲームをやってから教科書を見たら、読める単語が増えてて、読むのが楽しくなっちゃって。教えてくれてありがとね。そっか。どういたしまして。カイトの元気な姿を見られて、私も嬉しいよ。ありがとう。優しいんだね。今度何かおごってね。やっぱりそれか。